野村信託銀行株式会社は、野村ホールディングス傘下の信託銀行、東京都千代田区に本社を置く。1993年8月に野村証券株式会社の信託市会社として設立。同年10月より営業開始。2006年9月に同証券を銀行代理店として、個人向けインターネットバンキングである野村ホームバンキングのサービスを開始した。 2009年10月に日光式新宅銀行を完全子会社化。新宅占領銀行の大手一角に加わり、翌年7月20日、NCT 新宅銀行を九州合併した。2014年4月1日には新宅を含む日本の銀行では初めて女性のトップである新保智恵が社長に就任した。長らく法人向けホールセール中心だった。 野村信託銀行が平成18年より開始した本格的個人向けサービスである。ただし、本サービスを受けられるのは野村証券で証券総合口座を開設してあり、野村ホームトレードを利用できる環境にある個人だけに限られている。本銀行預金口座と野村証券証券総合口座との口座間資金移動は手数料なしで野村ホームバンキング上で行える。 そのために効率的な資金運用が可能となっている。いずれも決済システムの安定化のための措置である。制限回数を超えた場合は、振込手数料が216円かかる。ありがとうございます。